こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマはスピファーストで生きるということでお送りしたいと思います。はい、スピファーストという言葉は、もちろん造語なんですけどね、何でしょうかということで、それをキーワードとして話していきたいんですけども、今回話したいのはですね、なんとかファーストって最近流行ってますけどね、都民ファーストとかね、なんかアメリカファーストとか、そういう政治的よりな話を別にするわけではありません。最初に言っておきますけども、で、この言葉を思いついたのは、実はですね、食べる、そのダイエット系の、お話の中で、ベジファーストというね、実は方法論がありまして、これ何かというと、ベジっていうのはベジタブルのベジですから、要するに野菜ファーストっていうことですね。これは別に菜食主義とかそういう意味ではなくてですね、要するに食べる順番ダイエットと呼ばれているものが世の中にありまして、で、その食べ物にはですね、血糖値を上昇させやすいものと、あまり上昇させにくいもの、いきなりバンと上がってしまうものと、緩やかに上がっていくもの、上がりにくいものというものがあって、それは GI 値というね、指標で表されるらしいんですが、この GI 値が低いものっていうのは、大体野菜とかは低いんですね。ただ当然ですけども、炭水化物とか、ご飯とかパンとかっていうのは、糖質が高いのでね、どうしても GI 値が高くてバンと血糖値が上がりやすいので、野菜から食べるとですね、この GI 値の低いものから、つまり野菜から食べると血糖値がね、上がりにくくなるというね、そういった性質があるらしくてですね、そういう研究があるらしく、なので、食べる順番もですね、いきなりこう炭水化物とかの、その糖質の高いものを、 GI 値の高いものを食べてですね、バーンと上げてしまうのではなくて、その野菜とかから食べていくと、健康にいいんじゃないかと、あるいは太りにくくなるのではないかという、話なんですね。こういう話がありまして、そこから取ったのがスピファーストであります。で、ちょっと前置き長くなりましたけども、今日はですね、皆さんこうしてスピリチュアルなお話を聞いたり、耳を傾けているということは、できればその日々ね、スピリチュアリティに満ちたね、その冷静豊かな一日を送りたいというふうに、考える方が多いのではないかなと思いますね。そうじゃなかったら、いちいち聞く必要はないと思うのでね、聞いてるということはそういうことかなと思うので、そういう前提で話をしてるわけですけども、そう願いつつも、結構一日っていろいろ仕事もあったり、いろんな世話しないことがあって、なかなかそのスピリチュアルな感じにならない、冷静豊かとは言えないような、もう日常のね、ごちゃごちゃしたそのせちがらいことに埋もれ、こう神経逆なでながら生きているとですね、なかなかスピリチュアリティっていうものを感じにくいし、そういう一日をとてもじゃないけど送れないと、送りたいと志すけども、なかなか挫折してしまうという方も多いのではないかなということで、どうしたら冷静豊かな一日というものを過ごしやすくなるのかという、そういう方法として、今回はですね、スピファーストっていうね、概念を作りました。これどういうことかというと、さっきの食べる順番の話ですけども、 GI 値が低いものを食べると、後に食べてもなかなか血糖値が上がりにくいみたいな性質があるんですけども、実はですね、霊界というものもこれにちょっとちなんだところがありましてね、霊界も不思議なもんで、1日のうちの一番最初にどういった種類の、どういった質のことを行うかによって、その日一日の霊的な流れ、感能、私たちの霊界っていうものもね、一つ究極的にこう集約的に考えると一つなんですけど、でもいろんな霊界の実は影響を受けつつ一つに集約されているわけなんで、どういった質の霊界のね、とつながる霊線のね、その霊流の流れっていうものがあって、そのどういった質の、霊界観の影響を強く受けるかっていうのはによって、その日一日が変わってくるんですよね。だから毎日毎日同じような一日であるように見えて、一日にこう様々な
質感が生まれるのは毎日同じ一日じゃない。例えば休みの日と日常のその仕事に行く日は違うし、仕事でやってもそのお客さんに会いに行く日と、何でしょう、会社の事務所にこもって一日中 PC の前でですねガチャガチャ仕事をする時のね、あの霊的な心の感応度合いっていうもの、心の状態というものはやっぱり違うわけですよね。じゃあそういうものが実はですね、あのどこで決まってるのかっていうのを突き詰めていくと、一日の目が覚めて一日をスタートするわけですね。まあ大体朝ですけども、まあ、人によっては夜から活動するという人もいるかもしれないけども、まあそれはまあ人それぞれでご判断していただくんですけど、まあ、とにかく一日一日をスタートしますよっていう時に最初に何をするかなんですよね。それで一日の質が決まってくるという霊的法則があります。つまり最初に何をやるのっていうのが今日重要なんですね。なので例えばスピリチュアルな一日を送りたいと思った場合にはやっぱり起きた瞬間何をするかなんで、例えばですけども起きた瞬間に霊性が豊かになるような何かを行ってみるっていうのが一番いいんですね。まあ私がよくあの推奨しているのは守護霊様への語りかけだったりお祈りだったりということなので、よく一日の最初は守護霊様にお祈りしましょうっていうふうに言うことは、まあ結構この守護スピラジオをお聞きになっていらっしゃる方はもう何度も耳にしてると思うんですけども、まさにですねパッと起きた瞬間にもう守護霊様ね、あおはようございますと今日も一日よろしくお願いいたしますと、まあその時は特にいろんなことをねお祈りするね内容とか思いつかないかもしれないけど、とにかく最初パッと起きて最初にやるべきことはスピリチュアルな一日を送りたいと思うのであれば、まず守護霊様に手を合わせるっていう方法があります。もちろんこれね守護霊様のお祈りとか語りかけじゃなくてもいいんですよ。例えば瞑想とかでもいいですよ。もう一日パッと起きたらさ5分とか3分でもいいけど瞑想するとかね、あるいはもう起きたら部屋を浄化するためにお香を焚くとかね、とにかくスピリチュアリティな行動や、ね、活動をですね一日の最初にやるんですね。うん、まあ私のおすすめは守護霊の語りかけですけど、一番楽ですしね、道具もいらないし、うん、一番誰でもできるだろうということで、あのそういうのをおすすめしているんですけども、でもまあそのまあ場合によってはパッと起きたらねアロマの香水を香水かどうかわからないけど、そういうのやってね、あこう軽く瞑想するとかね、例えばまあそれは人それぞれの好きでやればいいと思うんですよ。あの例えばオラクルカードをめくって一日を始めるんだとかね、うん、今日の一日みたいな感じでそういうことをやるというのもいいですし、まあその辺はですね、臨機応変にそれぞれの方の、まあ、やりたいことを当てはめていけばいいかなと思います。大事なことは一日の質なんですね。始める質、どういう質で始めるかっていうことなんですね。つまりスピリチュアリティに満ちた何かをするっていう、ね、その一日の始めにする、これが大事なんですね。まあ、でさらにまあ最後一日の締めにそれで終わるのが一番いいとは思うんですけども、大事なのは最初なんですよね。うん、始める最初の質がその一日の霊流が流れてくる霊界の質を決めていくんで、あのスピファーストでいくとですね、一日のその生き方が霊性豊かな方向に流れていくというね、そういった霊流が流れてくるようになるので、その日一日はスピリチュアリティが優位になる流れが来てくれるんですね。これを知っておくと結構ね、なかなかうまくいかないんですと、なかなか一日スピリチュアルな生き方ができないんですという人はですね、このポイントを押さえておくと結構そのやりやすくなるかなと。まあそれだけで全てがうまくいくとは言いませんけども、かなり流れがこう来ると、結構追い風というかね、バックエンドの支援になりますから、まあ、そういう法則があるよということを覚えておくとよろしいかなと思います。ということで今回ですねスピファーストで生きるという、まあ、テーマでお話をしてみました。ということで今回も守護スピラジオを聞きいただきましてありがとうございました。守護スピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。
投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。